はい、純ちゃん、お医者です。なんかこの間あげちゃって、それからなんかちょっと元気がない。今日はまだね、いいんだけどね、お声が出ないんだよね。泣かないの、泣けないの、なんか鼻が詰まってるんだか気持ち悪いんだか。なので今日はお医者に行きます。よいしょ、じゃあこれに入ろう。ネットに入ってもいい子だね。どうしたの？観念したの？よいしょ。よいしょ。よいしょ。お家に入りましょう。え、ここ、はい、後ろ向きに入れてあげますね。え、ちゃちゃ。はい、バックバック。バックバック。はい、よし、こう。やっと鳴けたけど、嫌な声だね。よし、行きましょう。はい、よいしょ。はい、ですよ。行ってください。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、どうぞ。ちゃんこちゃんも出していただいて。ゆうちゃんどこだったのね。そうなんです。どうなったのかと思ってね。えい、今日、今朝はまだいいんだけどね。うんうん、昨日がおかしかった。昨日一日おかしかった。うん、あげそういうような声も出したね。今、恐怖で声出してるだけで、朝はにゃーって。あ、そうなの。で、寝てる時に、ピューって、なんか鼻が、ああ、そうなんだ。風、くしゃみ、鼻水は出てない。ヤニとかも、涙目とかもないんですかね。あれ、こっちだった。呼吸はね、結構深めにしてたな。じゃあ、熱をね、測ってみましょう。食欲あるっていうから、熱は多分上がっては、食欲、うん、まあ普段から小食なんだけど。ああ、そうなんですね。じゃあ、声が枯れてる。うん、あっちゃったな。声がね、枯れるのも風邪なんかだと枯れるんだよね。なんかな、揚げっぽくてコク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 してたよな。もう熱はないですね。ないの。はい、37.7度で。はい、そう。ゴロゴロの変な音がする。喉から。喉かな。あとはでもね、症状がないんだもんね、結局。ここ吐いたり下痢とか、うん、ちょっとなんか下痢もないんだよね。昨日、おしっこ3回とうんち1回で普通だったんですけど、今日はまだ何もしてない。ただ、お水があんまり、とりあえず元気が出るように、うん、点滴して、うん、ビタミンと、あと抗生物質と、炎症を抑える薬、はい、でちょっと1回で、ね、2、3日ちょっとやってみようか。それでダメだったらちょっと検査させてください。はい、はい、まだ若いし、そんなになんか、ね、うん、悪くなることってあんまり本当にないと思うんだけど。悪くなる直前まで他の猫と大騒ぎで遊んでたんだけど、急にの声とか言って、ゲーすんのとかさ、毛一日なんかね、胸の前あたりをさ、なんか
舐めてたね。そう、胸前をずっと気にして舐めてたんだよ。こう立ってこうやってペロペロ縦にこうやって舐めてるような感じするじゃん。あの、うんうん、おっぱいがかいんかーなんて言ってて、一時そんなことしてて、まあそしたらなんか変なんだよな。おっぱい気になった。なんかこう喧嘩ついたみたいな、そういうことも特には。そんな感じはだって見てねえもんな。そこんとこは見てなかった。追っかけっこはしてたんだけど。ちょっとお前。外猫が一つ寄りついてるがいるで。外猫はでもね、あの怖いよね。例えば伝染病ね、なんか持ってたりすると。そうそうそう、本当は早くに捕まえて保護したかったんだけどさ。なかなかね。でもあれだよね。ああ、そうそうそう。あれだよね。痛かった。すずりちゃんが可愛がってるやつがいるとかって言って。それがそれ。ああ、そうなんだ。大きくなっちゃった。痛い。ああ、ごめん。痛い。大丈夫。ちょっと待ってね。ちょっと。首力入れすぎて皮が持てない。痛い。痛いのはやめましょう。これはちょっととりあえず、これがメインだからこれだけ入れていただければ。ビタミン痛いんだ。そう、染みるんだよね。それが痛い。そうなんだよね。そう、ビタミンって染みるんだよ。ビタミン痛いからちょっとやめときましょう。人間も染みるで。これでちょっと様子見ていただいて。先生がなければちょっと検査ですかね。はい。じゃあいい？直接入れても出すぐよ。大丈夫？はい。じゃあもういいから入っちゃう。じゃあこのまま。こっち入ろうか。安全だよ。一番いいところ。はい、逃げ込め。はい、すみません。はい。じゃあ、あの薬もちょっと出してみるんで。あ、はい、わかりました。行くといいね。なんか鼻が詰まってんだね、なんかね。ね。で、泣けたね。よかったね。ブブのってや、泣けた。うん。今日はいいか、明日からか。うん。ないよ。帰るよ。尻尾だ。尻尾。うん、もう帰る。うん、帰るよ。終わった。泣かないでいい。うん。もういいよ。もう良くなるから。もうすぐ良くなるよ。はい、着いたよ。うん。早く下ろせって。早く下ろせ。よし、おいちご。それとあと支払いは確か振り込みでいいですかね。逃げた。全額振り込みで大丈夫。あ、わかりました。あ、わかりました。はい。はい、すみません。はい、お願いします。はい。帰ってきたらいい。うん。少し元気になった。なんか水っぽかった。ん？水がピシャッと。こいつ？背中のあれか。点滴がこぼれて。点滴がこぼれてて。皮下だからさ。持ち悪い。うん。舐めちゃダメだよ。舐めらんないとこに出てるわけ。刺してるわけだけど。はい、寝ててください。じゅん。寝ててください。いいね。あんたも騒がしちゃダメよ。わかった？Okay.